遥か遠い未来、宇宙へと進出した人類は2つの陣営に分かれ、150年以上にわたる戦争を続けていた。父さんは皇帝に姉さんを売ったんだ、僕の姉さんを。銀河帝国皇帝フリードリヒ4世に奪われた姉を取り戻すため、ラインハルトは盟友キルヒアイスと共に幼くして軍人の道を選んだ。ねえ、ルドルフってそんなに悪いやつだったの？無料で歴史が学べるという理由から士官学校へ進んだヤン・ウェンリーは、心ならずも軍事的才能を示し、昇進を続けることとなった。全艦隊全速前進。私が艦隊の指揮を引き継ぐ。二人の英雄はバスターテ海戦において開港を果たした。永遠に続くかと思われた戦乱の歴史がここに大きく動き始める。ラインハルトはアスターテ海戦の先行により帝国元帥を拝命。二十歳の元帥か。多くの若く有能な帝督たちを参集する。閣下は約束通り元帥府を開かれ、俺とお前を呼んでくださった。俺たちも約束通り。ああ、忠誠を尽くすのみだ。一方のヤン・ウェンリーは少将に昇進、急遽新設された第13艦隊の司令官となった。第13艦隊の最初の任務はイゼルローン要塞の攻略ということになる。イゼルローン要塞はヤンの知略により同盟軍側に一滴の血も流すことなく陥落する。撃て。イゼルローン要塞を得た自由惑星同盟最高評議会は帝国領侵攻作戦を可決。やめちゃえばいいのに。ん？そんな無謀な遠征、いくら政府の決定だからって。ユリアン・ミンツは戦争孤児である。軍人が保護者となり扶養する制度により、ヤンの非保護者となって数年が経っていた。いくら無謀だからって勝手に辞めちゃうわけにはいかないよ。僕らが自由の国の自由の軍隊であろうとする限りね。当初同盟軍各艦隊は破竹の勢いで帝国領内の諸惑星を占領、解放を推し進めた。しかし敵をより深く誘い込む。戦線と補給線が限界まで伸びきったところを全軍をもって攻撃する。ハントどもの反抗の意志を完全に打ち砕く。同盟軍は壊滅的な損害を受けるも、ヤン率いる第13艦隊の奮戦により辛くも離脱に成功。戦闘は終結を迎えた。帝国軍は戦勝に沸く間もなく、不意に届いた一報に激震を受ける。皇帝フリードリヒ4世崩御の報であった。閣下、皇帝は後継者を定めぬまま死にました。帝位継承の構想が生じることは明らかです。リヒテンラーデ公クラウスは軍事的な後ろ盾としてラインハルトを選び、この時弱冠5歳のエルウィン・ヨーゼフ2世を皇帝として擁立する。金髪の小僧、金髪の小僧、金髪の小僧。帰戦を制される形となった門閥貴族たちの失望と怒号が決起を呼び、軍事衝突を招くこととなった。無益な戦いはお酒になるようお考え直しいただけませんか。これはゴールデンバーグ王朝を守るための正義の戦いですぞ。そして星々の運命が乱れ始める。キルヒアイス、もうすぐだ。もうすぐ宇宙は俺たちのものになる。同じ頃同盟軍内では、閣下、
救国軍事会議を名乗る将兵たちによる反乱、クーデターが発生する。本日この日を境に自由惑星同盟の歴史は変わる。イゼルロン要塞および駐留艦隊司令となっていたヤン・ウェンリーはこの動乱への対処を余儀なくされる。今こそ生意気な小僧に身の程を知らしめてやる時である。勝利は我らの大会。ファイエル。なぜだ。俺は裏切ってなどいない。殺せ、早く殺せ。俺は断じて。今一度降伏勧告を。救国軍事会議万歳。救国軍事会議によるクーデターはただ痛みだけを残して収束する。このクーデターはあの金髪の小僧の頭脳から生まれたものだ。機関は我々に道化のダンスを踊らせたというのか。みんななかなかうまく踊ってくれた。お考え直しください。ご自分のご領地ではありませんか。黙れ。下船の者どもを一人も生かせようかな。ラインハルト様がその計画を知りながら政略的な理由で黙認したと申す者がおります。事実ですか。済んだことだもん言うな。ですがラインハルト様。キルヒアイス。はい。お前は一体俺の何だ。私は閣下の忠実な部下です、ロエン・クランコ。この虐殺が貴族連合軍の敗色を決定づけることとなる。おやめください閣下。亡命しろというのか。ことここに至っては閣下にご決断を下していただかねばなりません。戦役は終結を迎えた。そしてローエングラム公、我が主君ブラウンシュワイク公の仇を取らせていただき、ラインハルト様。それでも宇宙の歴史は進み続ける。前へ、前へと。